皆さんこんにちは。宮崎市長の清山智則です。今月の市長定例記者会見のダイジェストをお届けします。3月ということで、年度末ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。宮崎市役所は人事異動の季節ということで、明日3月22日職員の皆さんには異動のお知らせということで、みんなそわそわしてますかね。どうなんでしょう。ぼちぼちね。はい、お楽しみにしててください。ということで、今日も記者会見の内容を冒頭のお知らせから、その後発表事項についてご紹介をいたします。まず冒頭のお知らせ、5点ほどございます。最初、プロスポーツキャンプについてでございます。今年も1月2月で、J リーグそしてプロ野球と大まかに2つのプロスポーツキャンプが皆さんが訪れてくれました。で、特にこのプロ野球春季キャンプでございますが、今年はオリックスバファローズがですね、観客数24万7千人ということで過去最高を記録しました。もちろん巨人軍それから、ソフトバンクホークスもですね、それぞれ本当に多くの皆さんにお越しいただきました。心から感謝申し上げたいと思います。次に、J リーグの方はですね、今年初めてとなるサッカーフェスティバルを県と市で協力をして企画をいたしました。J リーグの練習試合、今までも見ることはできたんですけれども、しっかり事前にお知らせをして、飲食店などのブースも外に出して、より楽しんでいただくような仕掛けを今年度はいたしました。3日間で、合計5700人の観客数ということで、一定のにぎわいが、生まれたんじゃないかなと思っております。今後も頑張って続けていきたいと思います。またあさってからは、アクサレディースゴルフトーナメントも宮崎市の UMK でカントリークラブで行われます。こちらもぜひ、お時間のある方は、女子プロゴルフの皆さんの活躍を見に来ていただけるとありがたいです。そして、宮崎市ティーンズ会議の、報告でございます。宮崎市内の中高生の皆さん34人に集まっていただいて、宮崎市のまちづくりについていろんな視点から提言をいただきました。子どもたちの子ども地域協議会を設けて、そこから意見を出すべきじゃないかとか、宮崎市内の児童館や、公民館、そうしたところには中高生はなかなか行きにくいから、もうちょっと今後考えてくださいとか、本当に新しい斬新な発想意見をいただいたところでございます。この意見を参考に今後我々の方でまた何ができるか考えていきたいと思っております。参加してくださった皆さんには心から感謝を申し上げます。それからいくつか青島についてお知らせですけれども、青島の夜を楽しむナイトタイムエコノミーについて、観光庁に宮崎市観光協会が中心となって応募していた事業が採択をされました。これは国の補助事業を使って青島のナイトタイムエコノミーを盛り上げようということで、採択上限額4000万という枠でございますが、しっかり国の補助金を活用して青島の夜を盛り上げていこうという動きの紹介でございます。次に青島について2点目ですが、子どもの国でございます。もう一部報道でございますけれども、子どもの国を県の土地であるんですけれども、あそこを長年宮崎交通さんが、借りて、今は公園の状態になっています。一部、宮崎市がやっているパークゴルフがございますが、その子どもの国を今度は宮崎交通さんがリバティシップという民間の企業と一緒に組んで、新しくキャンプサイトやバーベキュー、それからいろいろとちょっと遊ぶことができる場所を作っていこうという取り組みでございます。子どもの国はですね、真ん中を川が流れてますけれども、形式的にはあれ河川敷でございまして、この河川敷で営利事業を行うためには、普通は許可されないんですけれども、今回河川オープン化の仕組みということで、我々宮崎市と宮崎交通で一緒に県に許可申請を行いまして、それが許可を得られたので今回、新しくキャンプ場などを設けることができるという取り組みの紹介でございます。
今年の夏にはオープンを目指して着々と準備しているということですので、我々市としてもしっかり応援をしてまいりたいと思いますし、市民の皆さんもぜひ楽しみにしていてください。それから年度末でございますので、引っ越しシーズンでございます。市民課は毎年3月末とそして4月の頭大変混み合いますので、土日の会長は3月24日と30日、31日、そして4月6日、9時から16時で今年も行いますので、ぜひ土日の会長時間にもご活用いただけるとありがたいです。また平日の方もですね、3月26日から4月5日までは、普段の会長時間を1時間延長して18時15分まで開けておりますので、ご活用ください。また転出をされる方々はですね、直接窓口においでいただかなくてもオンラインで、スマホやパソコンなどから転出手続きができますので、そちらを活用いただけると非常にスムーズだと思います。また窓口においでいただいた皆さんも、今後はスマート窓口システムを導入いたしましたので、今までたくさん住所とか名前とか何回も書いてたものが、窓口で職員が聞き取っていただくことでスムーズに手続きできるようになりましたので、こちら書いてありますように、今までは23回何かと書かなきゃいけなかったことが劇的に3回ぐらい記入する項目が減りましたので、これも大きな改善点かなと思っております。よろしくお願いします。それから最後でお知らせの最後でございますが、ご存知のようにハシカが大変流行しております。国内ですでに13件感染例が報告をされています。非常に強い感染力で、免疫を持ってない方、大人の方なんかもかかると、重症化するリスクも十分ございますのでご注意ください。まずはこの一番大事なことはワクチンを打つことでございます。ワクチンを2回接種することで、ハシカへの感染をかなり防御できるということで、もしワクチンを打ってないということが分かっている方、もしくは、1歳児や年長児は定期接種の対象でございますので、確実にワクチンを打っていただくようにお願いします。令和4年度の実績ですと、1歳児年長児それぞれ宮崎市内では93%、94% ということで、非常に高い接種率ではあるんですけれども、やはり 5、6% の方が、接種をされていないという状況でございます。まずは子どもたちに確実に MR ワクチン、麻疹と風疹が一緒になったこのワクチンを2回、接種いただきますようにお願いをいたします。はい、冒頭のお知らせは以上でございます。それでは発表事項に移ります。1点目、来月4月1日の組織改編で国際政策課を宮崎市役所に新設をいたします。国際化の推進と多文化共生社会の推進を目的として、新しい課を設置をいたします。今までは秘書課の中の都市交流係が主に国際関係の仕事は担っていたところですが、今後は、一つの国際政策課の中に国際政策係、多文化共生係を設けて、この国際関係の業務を強化していきたいと考えております。具体的にはまず国際政策係では、総合的な海外政策の推進、海外の姉妹都市との交流、市内の多言語化の推進に加えて、今後増加が見込まれるインバウンド観光客の対応であったり、宮崎市の特産品の海外への販路拡大というものを観光商工部や農政部と連携して、取り組んでまいります。一方、多文化共生係というものは宮崎公立大学の交流センター内に設置をいたします。主に何をするかというと、市内に在住している外国人の皆さんの支援、そしてそうした市内在住の外国人の皆さん向けのワンストップインフォメーションセンターの運営を行います。ここには市役所職員に加えて、地域おこし協力隊の2名が着任をいたします。この2名についてはもうこの国際政策課の中の多文化共生をお仕事として、ぜひその国際関係の仕事をしていただきたい、してほしたいという方、応募してくださいということで2名が選ばれましたので、期待をしているところでございます。公立大学にはこの多文化共生係の設置と、他にも宮崎市国際交流協会も同時に設置をいたします。
公立大学はそもそも留学ですね、学生たちが外国に留学する、そして海外からも留学生が公立大学に来るということで、非常に海外との交流も活発な大学でございますので、この公立大学と国際交流協会、そして国際政策課が一体となって、海外の皆さんとの交流事業、そして住民の支援というものを強化していきたいと思っております。宮崎市で国際関係の課ができるのは今回初めてでございますけれども、今後開かれたまちづくりを進めていく上での一つが、外国人の皆さんの対応であったり、私たちが、外国へ特産品を売る、もしくは、海外から観光客を迎え入れる、非常に政策的な重要性は増していくと思っております。しっかり力を入れて、いきたいと思っております。2点目の発表事項ですが、子宮頸がんワクチンの接種拡大事業でございます。4月からそれぞれの個々の医療機関において夜間接種を始めます。5時から最大夜の8時までの夜間に、このお示ししている医療機関で子宮頸がんワクチン HPV ワクチンの接種が可能になります。どのようにどんな時間帯で設定されているかはホームページでぜひご覧いただければと思いますし、オンライン予約も受付をいたします。4月から7月の第1クールはこの8医療機関なんですが、第2クール以降は随時ホームページでお知らせをいたします。なかなか子どもたちは部活や習い事で、通常の診療時間に受診、ワクチンを打ちに行けないという声がございましたので、この平日の夜間を中心にこうした医療機関に今回 ご協力をいただけたところでございます。今どんどん市内でも接種件数が伸びておりまして、令和5年度現時点で6200件となっております。高校1年生についてはもうすでに 37% の子どもたちが1回目の接種を終えています。中学校3年生は3割になっています。どんどん周りも受けておりますので、ぜひ皆様のお子さん、そしてご親族、お知り合いいましたら、接種を検討を促していただけるようお願いいたします。さらに大学生や、令和5年度に26歳、来年度令和6年度に27歳までの女性の方について、無料期間が、6年度いっぱいでございます。今年の9月までに第1回目の接種を受けていただけると3回の接種がすべて無料で受けることができますので、ぜひ、ご検討ください。大学のキャンパス内でも臨時の接種会場を設置いたしますので、大学生の皆さんはこちらでも、利用いただけるといいなと思っております。発表事項の3つ目です。市政100周年記念の下水道マンホール蓋が完成をいたしました。次世代に伝えたい宮崎市の魅力ということをテーマに応募をしたところ、募集をしたところ、この600を超える応募がございました。その中から厳正に選考した結果、10のデザインが作品が選ばれたところでございます。まず一般部門の最優秀賞と中学生以下の最優秀賞でございますが、それぞれ井口さんと住井さんの作品はこちらになっております。井口さんの作品はこの鳥居を背景に、観光キャラクターのミッシちゃんと宮崎らしいブーゲンビリアではなくてハイビスカスなどの風景が描かれています。こちらスミさんのデザインだと動物園の象やキリンを描いてくださっている素敵な作品になっています。こちらにはそれとなく宮崎シティ100th anniversary と書いておりますね。はい、他にも優秀作品がこちら8作品ございます。餃子、青島、サーフィンということで、様々にございますが、これ3月27日に表彰式を開催いたします。そして以上10の作品のマンホール蓋は宮崎駅から一番街にかけて宮崎市中心市街地に設置を予定でございます。特にですね、最優秀作品の方は鳥居が描かれていますので、皆さんがあまり踏んづけないような場所に踏んづけにくい形で設置をいたしますから、ぜひこのマンホール蓋は、踏まないように、お願いをいたします。
手を合わせていただけるといいかもしれません。はい、ということでそれぞれのデザインが中心市街地に散りばめられる予定でございます。設置時期についてはまだ今後発表予定でございますが、4月ではございません。もうちょっと待っていただくことになります。その際にはまたしっかりお知らせをしていきたいと思っていますのでお待ちください。それから最後でございます。フェニックス自然動物園のマサイキリの赤ちゃんについて愛称が決定をいたしました。名前はひまりに決まりました。投票いただいた皆さん誠にありがとうございました。4700を超える票をいただきまして、926票の票をこのひまりという名前にいただいたところでございます。この愛称ひまりはすくすく育っておりまして、現在230センチの高さまで育ってきております。ぜひこのひまりちゃんを見に来ていただきたいなと思いますし、3月31日日曜日にはこの観覧橋のそば、キリンの餌場横で、私も伺いますけれども命名式を行いますので、多くの皆さんにお越しいただきたいと思っております。今後もこのマサイキリンの親子をよろしくお願いいたします。以上ダイジェストをお届けいたしました。年度末でございますが、出会いと別れの季節でございます。まあ、お別れもあれば出会いもあるということで、4月は新しいメンバー、新しい組織でこの宮崎市役所も市民の皆さんのために仕事をしてまいりたいと思っております。幹部もいろいろと変わりますし、私の周りの職員も変わるかもしれません。私も4月新しいスタートを楽しみにしています。皆さん年度末いろいろとバタバタとされるかもしれませんが、どっか事故にはお気をつけて、健康にも留意をされて、また新年度を一緒にお迎えしましょう。以上ありがとうございました。